オープン戦で調子が上がらずにいた阪神ですが、少しずつエンジンがかかってきたかに見えます。レギュラー固定のセンター近本が打率3割超えで好調を維持。両翼が一筋縄では決まらない様相を呈していますが、そんな中、一人の若者が両翼の一枚を取ろうとしています。今回は若手野手の注目株である一人の選手を紹介します。岡田監督が高評価、使ったら打つよ。昨年は一軍の壁に跳ね返されたこの選手が今季は大ブレイク。この選手の名は前川右京。2003年5月18日生まれ、20歳、三重県津市出身、智弁学園校、阪神。2021年ドラフト4位、プロ3年目。中学時代に所属したツーボーイズの松本監督は前川について、天性のものですとボールを捉える能力を高く評価していました。そして天性の才能に加えて努力を惜しまない少年だったのです。高校は兄がいる津田学園も選択肢でしたが、甘えを捨てるため智弁学園を選んだのです。入学前には体を大きくするために膨大な練習量に加えて、白米1日6合をノルマに掲げて60キロ前後だった体重を80キロに増やします。智弁学園ではコロナの影響もあり甲子園が中止になるなど経験しますが、スラッガーとして非凡な才能を発揮。2021年ドラフト会議にて阪神タイガースからドラフト4位指名を受けます。球団からは広い甲子園でもスラッガーとして活躍でき、未来のクリーンナップと期待されての入団です。2023年の活躍と挫折、二軍での動向、秋季キャンプ。高卒1年目の2022年、首脳陣から大きく期待された前川は、読売ジャイアンツとのオープン戦で7番レフトで1軍デビュー。その試合で2安打をいきなり放ちます。しかし上半身のコンディション不良で戦列を離れてしまいます。6月に実戦復帰を果たしたものの、2軍戦で1回のレフトの守備でフェンスに衝突し負傷交代。最終的に1年目は2軍公式戦21試合出場で打率2割5分3本塁打7打点の成績でした。2023年は岡田監督の期待もあり、1軍キャンプに抜擢されます。しかしキャンプ前の自主トレで左上肢のコンディショニング不良となり、2軍キャンプメンバーとして具志川でスタートとなりました。これに対して岡田監督は、自己管理不足、自分一人でやってる中の怪我やと期待していただけに、プロ意識の欠如、準備不足と厳しい評価となりました。怪我が完治し、2軍生活で好成績を出していた中、チャンスが訪れます。5月30日の埼玉西武ライオンズ戦に6番 DH で昇格、即スタメン出場をしますが、出場4試合10打席でノーヒット、4三振と1軍の壁の高さにぶつかってしまいます。6月6日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦に7番 DH で出場した前川は、7回表にライト前ヒットを放ち、プロ入り後初安打となりました。同じ外野を争うライバルである井上康太と共に1軍で試合出場を続けます。しかし双方ともに1軍経験が浅いことから、なかなか継続して結果を出せなくなっていきました。7月24日甲子園での試合後、打てなかった前川は悔しさからバットに怒りをぶつけます。その姿勢を見ていた平田ヘッドから叱られてしまう姿がテレビ中継で抜かれて話題になりました。7月28日にスタメン出場した際は3打席3三振で途中交代となると、試合中にもかかわらずベンチで涙を見せてしまいます。前川は試合後に、もっと強くならないといけないとコメント。岡田監督は、そんなんで泣いてたらあかんやろ、それは汗やろ、暑いからとジョーク混じりで若者を鼓舞しました。すると2022年ドラフト1位である森下が台頭し始め、徐々に前川の出場機会も減っていき、夏場以降は2軍での生活となりました。1軍の壁はそう簡単に越えられるものではなく、前川に大きく立ちふさがったのです。チームの成績は森下が外野の定位置をつかみ取り、38年ぶりの日本一を達成します。
その輪の中に前川は加われず、悔しさも経験することになりました。迎えた秋季キャンプでは、まず体を作らないといけない、期待していただいている分、来年はほんまに勝負の年なので、レベルアップしていきたいと話し、体作りに着手しました。秋季キャンプ19日間を終えて、前川は、もうやりきりました。飛距離がだいぶ落ちているので、体重もアップして、ある程度の打球は打たないといけないと、フィジカルコンディションの不足を痛感したのです。今年の自主トレで体を作り上げてオープン戦へ。自主トレは地元の三重県津市にある緑クリニックでのトレーニングを報道陣に公開。阪神の先輩である広島新井監督や福留さんらが現役時代に利用しており、理学療法などの観点から選手のパフォーマンス向上をサポートしてくれる施設です。自主トレでは前川のうめき声が室内に響き渡り、体が悲鳴を上げるほど追い込みをかけていました。ここでは週5日4時間のトレーニングを行っていたのです。鳴尾浜での自主トレも選択肢にある中で、仲のいい選手が多いことで甘えが出てしまうと考え、あえて厳しい環境に身を置く覚悟がありました。生き残りをかけて挑んだ2024年春季キャンプでは、春季キャンプ野手 MVP に岡田監督から選出されるほどのアピールに成功。本人は選出に驚いたようですが、一軍キャンプを完走できたことを自信に変えました。オープン戦に対しては、本当に内容のある打席をこれからも送っていかなければいけない、納得した打席内容で終われるようにしたいと気を引き締めて臨んでいます。実戦では2月20日に行われたサムスンとの練習試合で完璧な当たりのツーランを放つなど、岡田監督の期待に応えています。阪神 OB 鳥谷さんや福留さんら各解説陣は、前川のスイングを評価しており、誰が相手でも変わらないスイングができる点がキャンプでも成長を見られています。3月16日、中日戦、9回ワンアウト1、2塁で、中日守護神マルティネス投手から意地のライト前タイムリーを放ちました。前日の対戦ではファーストライナーに倒れていた中、高い修正力を見せマルチ安打も記録。前日は同点の9回ワンアウト1、3塁で低めのスプリットを捉えながらも、ファースト中田へのライナーで併殺に。ファースト中田でなければ二塁打でしたので、前川の好調ぶり、スイングが冴えていることがわかる打席でしたが、16日はストライクゾーンの同球種をしっかりと引きつけ、鋭いスイングで仕留めました。開幕スタメンを近づける価値ある一振りでした。打率も3割近くで好調を維持しています。前川は今季ブレイク必至、どんな起用をされそうなのか。前川について岡田監督は、当初レフトでの起用を示唆していましたが、ライトでも起用されている状況です。昨年からの継続契約であるミエセスやノイジーに対しては、岡田監督は長打力を求めていますが、大きな変化が見られません。このまま2人の状態が上がってこないようであれば、前川がレフトかライトで開幕スタメンが考えられます。前川の場合は守備力や走力を売りにしているタイプではないため、打てなければ2軍で打席経験を積むことになるでしょう。岡田監督は打者に対しては経験を積ませることを優先するタイプですので、オープン戦の成績が今シーズン序盤に起用されるかを左右すると言えます。また森下は9打点以上の状態でオープン戦を終えそうで、ライトはやはり森下になりそうで、前川はレフトになりそうです。岡田監督は両翼を柔軟に変えそうで、前川自身も両翼で起用されそうです。出場機会が増えそうで、前川は今季一気に駆け上がる可能性を秘めています。阪神ファンとしては、ライト森下、レフト前川という和製両翼に期待をしている人は多いです。春季キャンプ野手 MVP とオープン戦も好調で非常にいい状態で来ているため、期待度は過去最高と言えるでしょう。ロマン砲前川右京について、ご意見や起用法、応援メッセージがある方はコメントしてくださいね。今回の動画が面白いと思った方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。
また次の動画でお会いしましょう。